山田智は、日本の政治家。元兵庫県西宮市長。関西学院大学法学部卒業。1956年4月、西宮市役所に入庁。財政局税務部長、土木局土木部長、財政局長などを歴任。1992年12月、西宮市教育委員会委員となり、1993年1月、 市教委教育長に就任。2000年11月19日党開票の西宮市長選挙に現職の馬場純造の後継指名を受けて無所属で立候補。さらには自民党、民主党、公明党、社民党の4党の推薦を得ての出馬だったが、時点の元兵庫県議会議員の大前茂雄28票差で振り切り初当選、接戦を制した。 各候補者の得票数は、山田、4768票。大前、4740票。共産党公認の川内和夫、13,569票。元西宮市議の竹内淳子、12,764票。自由行の竹林信幸、5,736票。投票率はーセント。同年十一月十三日。 市長に就任。2004年、社会福祉法人理事長のサラカイヒロシを破り再選。2008年、全市議のヤギヨネ太郎ら5人の候補者を破り参戦。なおこの時の選挙の再開得票者は、後に県議に当選した野々村隆太郎であった。2010年4月1日、健康上の理由により辞職。2011年4月5日、敗戦案のため、 神戸市の病院で死去。77歳房ず。ありがとうございます。